皆さんんこにちは、えー、本日はですね、えー、令和4年度税理試験の結果を受けまして、えー、合格発表を踏まえた今後の対策というタイトルでですね、えー、およそ20分から30分ぐらい、えー、お時間いただきましてですねまあ,あちょうど今日ね、あのー、合格発表がされたばっかりというところがあるんでまあ速報的に、えー、今後ねどのように皆さん方あ勉強を進められていくかなどなどについての まあ対策の仕方なんかをね、えー、私の方からあ要点要旨的にお話ができればというところで今回機会をね設けさせていただきましたでまずはねあのー、皆さん方あ結果アップを受けましてね、えー、まだ合格数値がね、えー、お手元に届いてない方もいらっしゃるかな、まあ、今日の時点ではまず無理だと思うんですけど、まあ、これがアップされる頃にはねぼちぼち発表なんかも届く頃だと思うのでまあいい結果がね えー、出たた方は大変おめでとうございましたあこの1年間なら1年間のねあの努力というものがしっかり報われて、えー、またこれをね糧としていただいて来年以降別の科目に進んでいただくなり、まあ、中にはねこれで今年度もお合格することによって官報ですとおいう方も当然おいでになるでしょうから、まあ、そういった方々はね今後のお具体的なお開業等別に開業するのは全てではないですからね え勤務続けるにしてもね今後どのような形でね税理士として業務をやっていくかああいうところをねお考えになる一つのきっかけにはなると思うんで、まあ、何にしてもお今年度の試験のね結果が出たというところでございますからまあ本当にねいい結果も出た方も当然いらっしゃればそうじゃない方々もおいでになるというのはやっぱり難関試験の厳しいところでね、えー、私が担当させていただいている会計科目に関して言うと今年はねあの募気論が 非常に合格率が高かったので、えー、と今年度「簿記論」の全国的な合格率に関して言うと23%受かってますからまあ正直言ってね今年度の「簿記論」の試験の問題に関してはまあ第1問あたりがちょっと癖がある問題が出てるんでね、えー、まあ具体的には僕が思うところの癖のある問題っていうのは第問。 一問の問いのにかないうふうに思いますあの自宅買いとかあそこらへんの話が出てたりもしてるんでまああれはちょっとどうしてもね なかなか準備してないと対応できないところもあると思うんでただまあ僕は個人的にあんなのはできなくったっていいと思ってるんですよ。で当日の速度なんかでも申し上げましたけど逆に言えばね第一問の問いの一なんていうのは僕はもうずっと授業中にも言ってる通り感情分析に基づく取引推定なんてボキロの基本ですから当然ああいう類のものっていうのはできなきゃいけないよっていうことはずっと申し上げてるし。 まあ、実際僕の受講生さんもねあの回答速報分析会なんかに来ていただいた方も多くの方に、えー、ご賛同の意見もいただいてるしまあ第1問は問いの2法でちょっとね戸惑ったけど問いの位置が非常に簡単だったんで、まあ、そっちで落ち着いてよという方は結構いらっしゃいました、まあ、逆に言うとやっぱり感情分析嫌いっていう人も中にはいたんでただその方々も今回はね えー、第2問とか第3問にシフトしちまうと非常に点数取りやすすいですね第3問なんかはまあ珍しくね検出業的な要素が入ってたりもしましたからあ出し方としてはまあレアパターンといえばレ,バレアパターンかもしんないけど別にね税理試験ですから出題形式なんていうのはまあまああるわけで、ね、今まで見たことないなんていうのはねいくらってあるわけですから。で実際にあの業の領域 あそこら辺はまあ収益認識のお関係でえ一番僕としては問題出しやすい論点じゃないなんていうのはずっと言ってましたんでまあそういう意味からもおなおかつ今回の第3問なんかは非常に解きやすかったっていうのもあるからねだから第1問あたりでちょっと戸惑うところがあったとしてもですねえ第第問問とか第三問は非常に点数伸ばしやすすいですまあそういう観点があったんで結果として全国豪華率も23%までいったんだろうな いいう,うに思いますよ、ね、ただまあ,あなかなか簿記論でここまで率が出るってのは全体としてはやっぱり回数多くないので今年はまあ非常にいい数字が出たまあ逆に言うと順当に受かるべくしたあー受かるべき方々が受かってるのかなっていう気はします。でまあ、本当にベーシックな 簿記論の次元対策を踏襲しておけば、まあ、第一問の問いの一番なんてのはあれ満点ペースの問題だし時間もかかんないしねまあ幸い僕の受講生さんでお話しされた方々は、まあ、ほぼ満点ペースに近い方が多いすげえ簡単だったとまあそれは非常に良かったですやっぱりああいう問題は当然ね簿記論のイロハの意なんで、えー、満点とは言わないまでもやっぱりある程度手は動くよね。 えー、いうところになるから、まあ、ああいう知恵を使って対応する問題みたいなものってのはあ今後もね、えー、出題は多分続くと思いますよっていうかもともとのああいうもんなんでねああいったものができるっていうのはやっぱりね強みとして発揮できるんじゃないかなっていうふうにやっぱり思いましたがで冷静にねああいった問題対応できた方第1問の問いの位置とかをちゃんと対応できた方は、まあ、第2問とか第3問もそれなりに対応できてるみたいなんで。 なしっかりそっちでカバーが効いてるっていうのもあるんだろうね。まあ、だからボキロン合格率は23%というところになったような気がします。で逆に言うと財表自体が15%ちょっと割ってるんで、まあ、14.8。14.8っていう数字自体は税理試験として言うと低い数字ではないんですよ。別にね。税理試験全体で言うと低い数字じゃないんだけど、まあどうしても財表ってのはここ十数年。 えー、高い合格率が維持されてきたっていうのもあるんでまあそういう観点で言うとちょっと低めの数字になったかなっていう気はします。でまあ理論なんかもちょっと見慣れないような論点が出たりっていうのもあるからやっぱりそういったところで少し戸惑っちゃったのかなっていうのもあるんだけど。 やっぱりちょっとあの試験終わった後にやっぱいろいろお話を聞いてて僕思ったのはやっぱねでそれが全てではないだろうけどまあこないだの試験もそうね解きやすいとは言わないですよ。解きやすいとは言わないけど同じぐらいめっちゃ解きにくいよねっていう感じも僕はしない。 だからまあ私の担当させていただいているボザーウェインというクラスなんかではね、まあ、常に財表の計算を40点以上っていうのを目標に設定しているんでまあこの間の試験であればまあそれに近いような状況っていうのはできないものでもないのかなというところはあるんでね計算でしっかり点数を積んでいかないと厳しいなっていうのは近年の傾向と同じだったのかなという気はしますね。 まあちょっとただ思ったよりやっぱり財料ね率は低いです僕もここまで低くなるとは思わなかったですけどねまあ少し状況としては厳しめなのかなという気がしましたで税法に関しては、まあ、各税法担当の先生方の方にね、まあ、個別にご相談いただくのは一番いいと思うんですけど税法はねやっぱり波ほとんどないですね例年通りぐらいです結局問題の波は当然ありますありますけど率という部分でいうとやっぱほとんど変わんないもんね うーんまああえて言えばですけどそうね今年あのー、あれだな固定資産税とかあ住民税とかがちょっと合格率上がってるねねえまあ17とか18とかっていうのは税法としてはかなり高いと思うんですけどねまあ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 上がってますよでただまあねえ それが永続的に続くかって言ったらちょっとやっぱ厳しいと思うので、まあ、今回の方々が非常に頑張ってくださったっていうことなんだろうねでただまあやっぱり税法はねほとんどがんないっすねやっぱ横ばいですよで会計はある程度波を打つんでね、えー、それはもう変動のっていうのは当然会計学に属する科目の方の方が大きいんですがただまあ今回はちょっと冒険の方が非常に率は良かったんで まあもしかしたらだけど少しねあの簿記論先に合格したことによってえ気持ちが楽になるっていうところはあるかもしれないね。やっぱりあのさっきも言った通り財表なんかはあ今の試験ってのはどうしたって計算メインですから計算能力固めないで財表で合格するって相当厳しいですからね。でそうなってくるとやっぱり先に簿記論を受かっとけば一般的に簿記論の計算能力の方のが財表の計算能力よりは圧倒的に高いですからあ必要とする能力がね ならまああとはね来年以降財料が残ったとしてもね、えー、ボキロンの計算能力対応する能力をもってすればですね比較的対応っていうのは容易にいくんでまあまあ来年とかねしっかりつながる形にできたんじゃないかなというふうに思います。でね今回のこの、まあ、こま 合格発表を踏まえた今後の対策っていうのは一応タイトルになってるんで、えー、結果が出たんでね、まあ、今後どうするかっていうことをね、皆さん方にお考えいただく一助になればということでお話をしてくださいということでね、えー、私もご依頼をいただきまして、まあお話をしてるんですが、まずあの、科目によってね、税法をやっておられる方と会計学をやっておられる方でやっぱり対策の仕方ってだいぶ違うところもある。ね、これはもう違います。あの、違いますけども、ただ、 まあ僕が担当させていただく会計系の科目の特性から言えばですねやっぱりまあ今後のことを考えるとまあ今年も簿記論なんかでは出ましたけど収益認識基準ねあの収益認識基準の兼ね合いっていうのはこれから徐々に徐々にやっぱり出題の可能性ってのは高まるとは思いますよ徐々にね。でねちょっとそのスピードがもしかしたら少し早まるのかなっていう気が僕最近ちょっとしててというのも近年ね近年というか最近ねあの日商簿記の1級があったんですが。 もう一級なんか、結構もうひねってきてますんでね。ちょっとペース早いかなっていう気がする。まあ、収益認識時の兼ね合いっていうのは、あの、零時。 ね、基準等で示されている例示が非常に多かったりするからいろんなパターンのものがあるんでねやっぱりそこをまず一通り固めてからじゃないと応用的問題ってのは出しにくいんじゃないかなって僕自身は思ってたんですがただやっぱり西尾さんなんかはちょっと先駆けてというのかなこの間の一挙の試験なんかは少しひねってきていますで合格率、えー、と利益率とか原価率とか、まあ、そこら辺算定を加味するような問題出してるんで、まあ、言ってみれば昔の未着品売買とかああいうのに近いんだよね で少し似てるなっていうところも僕感じたんでまあ今後税理試験でもそういった形のひねりっていうのは入る可能性はあるかなという気はするんだよね。で気はするんだけどもただまあそこら辺が絡んできた時にじゃあ何が必要ですかっていうとこれは別にね、えー、収益認識順の話を、ね、重点的にやんなきゃいけないとかってそういうことではなくて。 別にそういう応用時論点今言ったけど原価率の算定等を駆使しながら問題とかなきゃいけないよっていう問題になってくれば別にそれは収益認識時の話だけではないんですねこ基本的な感情分析とかそれに基づく原価率の算定とかの話になるわけで,でそうなってくるとまあやっぱりね簿記、えー、論である以上は今年の試験で出題されたあ第1問みたいな感情分析技法っていうのは絶対必須ですよだってああいうね感情分析の問題できない人が原価率推定をできるかってはできませんから 回答題材が違うだけでアプローチ一緒なんでねだからあーそういった形でねやっぱり簿記論の場合には以前から僕ってってずっと言ってますけどやっぱ知知識じゃなないんんだよよね知恵なんですよでその知恵を働かせるためには知識が固まらなきゃいけないのでまあそういった前提での推定問題なんかへの対策ってのは僕はしっかりやんなきゃいけないとずっと思ってる。ね 人によってはやっぱりそういうのがあ嫌いだとか必要ないというふうに考えられる方もいらっしゃるんで、まあ、だから中にはねそういった推定問題なんかに重点的に力を入れるよりは第三問とかって推定が最近少ないから言ってくる項目をどん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 処理するそっちに重点を置くんだという解き方してる方もいらっしゃるけどまあそれはご自分の判断ですから僕は止めません。ね 最後はやっぱり自分で決めなきゃいけないと思うから僕はそろそろでいいと思うけど僕は個人的に言うとそういう問題の解き方っていうか勉強の仕方は違うと思ってる模擬のもやっっっぱどこまでで行ったって知恵です、えー、だからこの間の試験でいうとこのまあ端的に言って第一問の問一みたいな問題はしっかりできるようにしとかないとダメですダメだと思いますあれができないということはやっぱり応用力が足りないで応用力が足りないということは題材が変わったら基本的な仕分けの仕方とか一生懸命覚えてもどうせ解けません えー、同じ題材になら解けなくなるものが多いっていうのはそういうことなんですね。でできたとしても時間がやたらめったらかかってしまうとかそれじゃ困るんですよだからやっぱりねそういった応用力をしっかり対応できるようにね応用力を用いて問題対応できるように準備っていうのは進めた方,方がいいとは思うんだよね。でそういう前提で簿記論というのは受験勉強を進めなきゃいけないだろうなっていう傾向はねこれから強まることはあっても多分軽くはなりませんね。で材料に関しては最近やっぱり理論がね 一時期は誰がどうやったって書けないような論述の話を出したりしてましたけど、まあ、近年ここ2年ぐらいは特に顕著ですけどね理論というタイトルのもと計算をさせたりしてるんでねあんまりよようなななな理論の問題にならなくなってんだよねでそうするとまあこの間の試験なんかもちょっとね少し影響はあったけども、まあ、失点か知らないかみたいなところが少しありますんで結構やっぱ代表の理論って相も変わらず形式は少し変わってきてでも。 なかなかそっちで満点取りきることが、うん、現状なかなか厳しいと思いますで、そうすると実際問題として、じゃあ材料で勝負勝つためには何が必要ですか？と。間違いなく計算なんですよ。これはね理論の出題、経緯に出題形式か出題内容とか出題形式が多少変わってるっていう変化はありますけど、まだまだ計算重視っていうところは変わらないと思います。 だから計算能力しっかり固めていかないとやっぱりまずいと思うしで結構ねおいでになるのが計算がやっぱり苦手だから理論に重きを置くってい方いらっしゃるで理論の問題っていうのはねやってもダりにはならないと思いますよただうちみたいな予備校が作る、うん、ねえ連であったり直前の模試であったりそういう類のものっての、ね、はやっぱりベーシックな問題しかやっぱり理論で出せないんでねっ いきなりひねりにひねった問題作ったってその本試験の形式とだいぶ外れちゃうと意味がないですからやっぱりねわりかしこう予備校の等連で出題する論点理論の論点ってのはベーシックなのよだからこの規定文の話をちゃんと覚えてますとかあこの理論のところしっかり覚えてますとかそういう話しか出せないんでどうしてもそれはねもしかしたら悪影響になっているのかもしれないけど理論ってまだ暗記だと思ってる人が結構いるんでで暗記をすれば当然ねあの予備校の等連はできるんですよだって暗記してんだから でここの部分がメインだなとかってあ山かけて見とけば同じ答えが出るんでねだからそうすると自分は理論はできるんじゃねえかと思っちゃう人がいるんですけど違うんだよねあの。やっぱり理論に注力するっていうのは僕は駄目だとは思わないけども理論に注力するためには条件があってやっぱり計算である程度点数取れるっていうことは担保しないとダメだよ。 ねえだから、まあ、僕の母材織田のクラスの方々で言えばあ材表の計算常に40点以上という目標を立ってますが、まあ、一般的な材表の受験生さんそこまではなかなかね、えー、レベルが高すぎるっていうか、まあ、どうしてもね点数の目標として40は高すぎるところもあると思うんで僕が思うにですけど理論に注力するっていうのはどんなに悪くったってやっぱり計算問題でコンスタンスに30点前後ぐらいは点数が取れないとね。 あのそれじゃなないいいとと意味ないと思いますよで計算が25を割るような状況でまあ当連とかってね25を割るような状況で理論に注力するって言ってもね多分本試験では通用しないですー。と僕は個人的にずっと思ってるしずっと教師でも言ってる。だからあー別に理論をやることはダメだっつってんじゃないですね。 ただやるにはやるで前提があるよっていうことはしっかり念頭に入れていただいてやっぱりのの勉強とははいいと思うはは僕思んですね,でね、まあ、当然合格された方々におかれましてはこのあとね、えー、もう新たな会計領域に進むということは基本的にないので、えー、税法の方に移行していただくというところになると思います。ただやっぱり母財ともにね合格してるかどうか分かんないんでとりあえず来年見据えて母財の勉強をやってますよって いいうう方もいらっしゃると思うただここで合格がなされればですねあの当然簿記論代表の勉強を継続してやる必要はないわけで、えー、ここからはもう税法に切り替えになりますじゃあ税法に切り替えになるよって言った時にいかなる税法を選択するかっていうところがまあ問題になるわけだけども当然税法はねあの僕は個人的に言わせていただくとまずは自分が興味のある税目を選ぶとこれが一番大事だと思う。ね。 そういったことを考慮してこの税法はダメとかあの税法は良くないらしいよっていうのもあると思います。まあそういう情報をいろいろ調べながら総合的に勘案していただいてもいいとは思うけどもただね就職に有利だっていう理由だけで税法を選ぶと結構大変になりますよ。だって興味もないんでしょ。興味がないことを勉強するって結構えぐいですよ。でやっぱり会計科目に比べると税法の方のが。 厳しくななるのは間違いないんでねでそういう状況であるとそもそも興味のないものを勉強するって結構厳しいですからやっぱり興味ががあった分野の方がいいまず一番最初は僕は興味のある分野だと思う。で結局ね、あのー、自分が興味がある分野をしっかりとやるということを考えていただければいいんだけどもただやっぱり税法の中でもねいわゆるヘビーの国税3法って言われるね伝統的な形式の所得法人で相続。 えー、この3つっていうのは割かし学習ウトがいいとか重いのでまあ植学者の方がこれからね年明けぐらいから勉強を始めるっていうのは結構学習負担は厳しいはずですからまあそこら辺はねご自分の今置かれてる状況お,お仕事のペースであったりとか残業のペースであったりとか休日がどういうスパンで取れるかとかで一日どれぐらい勉強時間に確保できるのかとか、まあ、そういった状況をちょっと勘案しながらあ国税散歩をやられるときには選ばれた方がいいだろうし。 ちょっと時間的にもやっぱり厳しいかなと、ね、いうところであれば、まあ、いわゆるミニ税法というのかな少し軽めのの税法を選択されるというのも一つだとは思うんです、ね、だからそういったやっぱり学習期間なんかを総合的に勘案しながら税法っていうのはやっぱり選ぶということも必要だとは思うんでねまず一番は興味ですよ。一番は興味があるもんだと僕は思うけども、ね、うそういった学習時間等々も勘案しながら、まあ、新たな税法という道に進めばいい。 でまあ当然ね、えー、合格率が良かったという話をしたってそう言ったって簿記論だって23%ということは単純な話ですけどね受験された方々の中で70%以上の方々は不合格になるわけですでその70%以上の方々は当然ね次の試験に向けてやっぱり準備をしなきゃいけない。でその時にまずまあ僕はメインとしては簿記論担当なので。 その立場から申し上げさせていただくとまあこの間の試験の問題なんかやっぱりしっかり見直しもうすでにやっておられる方もいらっしゃるだろうけどもやった方のがいいし僕は個人的な感覚で言うともうこの間は象徴的なんでで、やっぱ第一問の問い知ですよおあれがちゃんとできてるかどうかは最優先で確認すべきでしょうねああいう問題に対応ができないとやっぱり募金論は厳しいと思う正直言って、えー、僕はそう思ってる でああいう問題に対応できるようにしとくっていうことは当然のことながら応用力が身についてるってことですからいろんな問題に対応すする可能性が高まりまり第3問は正直言って知ってるか知らないかっていうレベルだったんでんあんまりっていう感じはするけどただまあ僕は常日頃直前期段会の授業で言ってますけどもやっぱり第3問っていうのは総合的に見ると50点のうちの25点以上っていうのは目標になると思うんですがこの間の第3問は十分それは可能だったと思います。 やっぱりそれがまずた担保できてるかどうかいうところはしっかり見直しをしていただく必要はあると思う。ね、で財料なんかで言うとやっぱり計算でねそうだな30はちょっとやっぱり維持しておいてもらわないといけないかないう気はするよどん少なくてもね。 まあ理想で言ったらやっぱ40とまではないけど35以上っていう感じかなっていう気はするけども、まあ、やっぱりその30点っていうラインは維持した方のがいいだろうね。で自己採点ベースで構わないんだけどやっぱりそこら辺の見極めっていうのは一つ必要だと思うのよ。というのもまあじゃあね来年に向けてボキロ論財表っていうものをもう一回じゃあ立て直そうとなった時にまあ一般的には過去の教材使ってやっていただくというのも一つだろうし。 えー、受験経験者向けのクラスなんかをねご参加いただいて、えー、受験準備を進めていただくというのも当然一つだと思うでその受験経験者向けのクラスを選択するとかっていう選択肢を取られた時に、まあ、取られる時にか一つあのしっかり勘案していただきたいのが一回授業を受けたから一回試験を受けたから私は受験経験者っていう選択はしない方ないよしない方ないよこれはあの講師の立場から間違いなく言えます あのだってさっきの話じゃないですけどね、まあ、例えばですよ例えばこの間の簿記論の試験で、まあ、当然ね得て増えてってのはあるから結果としての点数が30点台40点台になりましたという状況もあると思うんですよ。でそうなった時にそうなった時にねあのー、ちょっと受験経験者のクラスに入ってもあまりいいことないと思います正直言って。特に40点台前半とか45より下ぐらいでね えー、終わっちゃう時も当然あるとは思うんだけどもそれぐらいの状況になってる場合ってやっぱりね基礎の部部分分がが漏れている部分が非常に多いですおそらくあのこれはもう収益認識云々とかっていう事件じゃないんですね。でやっぱりあの簿、ー、記論はそうは言ったって伝統論点がバンバン出てるんで。え おそらくそういう方は有形固定資産とか無形固定資産とか有価証券とか現預金とかねもう常に出てくる論点あるじゃないですかああいったところででの失点が絶対あるはずなんですよ、ね、そういうところが、まあ、端的に全部取り切れてないとかねやっぱり後藤が目立すとかってなるとそういう状況って生まれるんで、まあ、そうであるならば一回受験経験あるからじゃあ受験経験者のクラスですっていうよりはもう一回初学者向けのクラスでしっかり基礎固めた方が僕いいと思いますよ。 でいわゆる上級みたいなねクラスっていうのもあるじゃないですか。で上級っていうのはまさに上級ですからあのやっぱりね合格に近いような得点状況を担保してないと上級みたいなクラス受験経験者の中でもある程度点数ね、えー、出たけども結果出なかったよという方々のクラスっていうのは、まあ、正直言ってねそんなに点数が高くない状況で選んでもむしろ力を下げると僕は思う。 だってベースのところやんないからでそれは自分でやんなきゃいけないんだけどそもそも自分でやんなきゃいけないところが固まってないんですからそれで無理して上級クラス行っても結局ねご自分の負担が増えるだけで内容理解が深まらないからむしろ点数悪化する可能性もありますだから回回経経験験験ししたたかかかからら受を必ず者に行なななきゃゃいいいいけないととそういうことじゃないんですよやっぱりご自分の得て増えてっていうのをしっかり見極めた上で、えー、講座っていうのは選択をしたりとか教材っていうのは選ばないといけない。 いうふうに僕は思うんでまあそこでねしっかりと内容を理解するように勉強を進めてっていただいた方のが来年にはしっかりつながると思うんだよねで今はあのどうしてもこの時期ねいい結果が出なかった時に来年の話をされてもなかなか耳に入ってこないと思うんですよね僕はそう思うんだよね自分の経験上おいい結果が出なかった時に来年これをやった方がいいよとか来年向けでこれやった方がいいよって言われてもはぁって感じですからね僕はそうでしたよ で皆さんがねそうだとはまあ思わないけども、ね、皆さんはもう本当に前向きな方も多いし真面目な方も多いからポジティブに考えていただく方も多いけど僕なんかやっぱりねちょっと結果がいい結果が出なかった時ってやっぱり次の試験のことをどう考えましょうなんて言われてもなかなか響かなかった人間なんでちょっとどうかなっていうのはあるんだけど、まあ、それでもね一つのご参考になればということで、えー、少し今回機会を設けさせていただいた。 いずれにしてももう1回ぐらいね、まあ、やられた方はいいんだけどもまだやられてない方もいらっしゃるでしょうからこの間の本試験の問題については問題ダウンロードなんかはね、えー、どこでもできるわけで、えー、国税庁のホームページでできますからあそれをやっていただいた上で少し見直し確認というのをやってね、えー、やっぱりえこういった基礎の部分さっき僕が挙げたような現預金 えー、有価証券有形向けの固定資産あそういったね有価証券もそうですよ古典論でみたいなところでどんだけミスが出てるのかやっぱりここはしっかり見直しをした方がいいしでそういった部分っていうのはもう以後ね徹底的に対応してやっぱりできるようにしていくっていう準備を、ね、しなきゃいけないんだっていうのを認識していただいた上でね、えー、来年に向けての講座選定なんかをしていただけるといいんじゃないかな いう,ように思いますやっぱりここで悔しい思いをしたんだから、ね、その悔しい思いをした問題自体をただ悔しかったはできなかったで俺いちゃはもったいないですからなぜ僕はこの問題を解いた時にそこまで点数が伸びなかったのか、ね、どうしてどういうところでミスがあってどういうところで失点があってトータルの点数を落としているのか、ね、そういったところっていうのはやっぱり自分なりに分析っていうのはやっていく必要はあると思うんですよ。でこれはは総論的な話は僕もするしね 他の学校の先生方もするけどあくまでも総論なんですお一人お一人範囲というのは絶対違うんです違いますで、その分析はもう自分しかできないんですで、自分しかできないからそこはもうご自分でやっていただくしかないで、辛い話かもしれないけどやっぱりちゃんとやった方がいいで、そういったものをやることによってじゃあ来年に向けて自分は何をやるべきなのかどういう勉強スタンスを取るべきなのかやっぱそれが見えてくると思います でそれが見えてきてもう基礎はある程度固まってるんだから応用力が足んない純粋に応用力なんだ言うんだったら上級ととか経験者クラスででいいと思うんですよいやそうじゃなくて意外とやっぱり基礎の部分が落とすっていうのが多ければ無理してじょ受験経験者クラスとか上級のクラスなんか行く必要ないんですだって小学者向けのクラスなんて全然受かってんだからね全然受かりますからああ問題ないんですよ別に受験経験者とか上級やったら受かりやすいそんなことないです全然少なくとも会計科目はない まあ、税法はまたちょっと違うかもしんないけどね。うーん、会計科目についてはまずないね。そういう違いは。ああいうところなんで、まあしたがってですね、そういった見極めをするためにも、今一度問題の見直しってやった方がいいです。まあ辛い作業だよ。ね。いい結果が出なかった問題をもう一回見るって嫌だもん。誰だって嫌だよ。誰だってやだ。僕だってやりたくなかった。ね。やりたくなかったけどやんなきゃいけないんです。ね。でもね、ここでやっといた方がいいですよ。ね。 そうすればあ今回悔しい思いした方々も来年以降絶対それが生きるから無駄にはなんないです。まあ、こういう気休めみ,みたいなこと言ってもねなかなか響かないとは思うんだけどでもねあのー、一つ言えることだけどねまあ皆さん今こうやって受験勉強されててねまさに若手の税理士になることを目指しておられるわけじゃないですか。で、まあ、よく言う話だけどさあの若い時にね一生懸命汗はかいた方のがいいんです。で一生懸命いろんなことやって汗かいた方がいいと思う。それは、 ね、決して皆さんを裏切らないで逆に言えば若い時に惜しんだ汗っつうのはさあの有名な野村監督なんかも言ってたけど若い時に惜しんだ汗はね本当に年老いて涙に変わりますよ年、ね、取ってっからああすればよかったとかやっぱりやっとけばよかったと思ったってどうにもなんないから、ね、僕みたいなおっさんになってくるとそれが切実にはわかるだって今から僕何かやろうっつったらできないですもんねもう無理 で下手するとなんと何かやりたいなと思ったってそれが結実する前にあのお迎えが来ちゃう。ね。ね。まあ変な言い方だけど本当にそうですもん。でっかい目標だったらそうでしょ。例えば僕がこれから医者になりたいっつったって無理ですよ多分。ね。そもそも大学入るのに何年かかかんないし入ったところで医者の免許取るのに何年かかかかんないし。でそうすると多分それが結実する前にもう年取っちゃってどうにもなんないですよ。でも今皆さん方多くの方々やっぱり若い方も多いし。 ね、別に僕ぐらいの年代から税理士始めてる部分でもいいんだけども税理士としては当然これから皆さんどういう年代の方も若手なんだからこれから目指していくわ,いくわけでしょだその若いうちなんですよ今まさに皆さんはそこでやっぱり勉強してる時っていうのはまさに若手税理士になるための若いうちなんだから一生懸命汗かけばいいんです嫌だなと思いながらも汗かけばいいんですでそれを惜しむと後々絶対的に涙に変わると思う僕もね 若いうちの汗っていうのはねいそれを惜しんでしまうと年老いて涙に変わるんですだから今のうちに苦労すればいい、ね、それは決して皆さん方を裏切らないしむしろ皆さん方にとってあとあとプラスに生きてくるはず僕はそう思ってます。ね、まああとはね本当に総論的な話しかできないんであれなんだけど具体個別でねやっぱりあの税法の科目この科目をやってたけどこういうところがやっぱり不安なんでご相談いただきたいとか。 ああそういうのもあると思いますからああ科目ごとのねご相談なんかも、まあ、うちのスタッフなんかでもお受けすることは当然できますんで、まあ、今後どうしたらいいのかなっていうねお一人お一人の状況ってやっぱり違うと思うんでそういう部分についてはご遠慮なさらずにね、えー、うちのスタッフでもいいし、まあ、僕ら講師の方でも構いませんので、えー、そこはご遠慮なさらずにご相談いただければね、まあ、ちょっと最近やっぱりあの年末近づいてきたっていうのもあって。 で11月のねあの連休時期っていうのもあったんで質問がちょっと立て込んでるんで少しご回答遅くなるかもしれませんけどもまあそういった部分についてはね講師宛てにご質問頂い,いて、えー、ご相談いただくことも可能ではあるんでねまあそういったところ積極的に活用しながらね,ねいい経験があいい結果が出なかった方々も来年はそれにつながるようにねえもう一回悔しい思いしたんだから来年大きく笑いましょうおそれにつながるように。 ね、前向きにやっぱりそのためにはまあ相談等でお役に立てることがあれば僕らは最大限お約束皆さん方の、ね、お付き合いさせていただくだろうし、えー、ご相談乗らせていただくこともできますからそこはご遠慮なさらずに、ねえー、積極的にご活用いただいて、えー、来年に向けて、ね、準備を始めていただければなというふうに思います。 はいというところでございましてちょっと取り留めのない話になっちゃったかなというふうに思うんだけどねただまあほにあの今年ねいい成果残せた方合格勝ち取った方は誠におめでとうございました、まあ、今年はちょっと結果発表は早いけどねまあこれから年末に向けて年末年始に向けていい年ねいいお正月が迎えられると思うんでねまあそれはね去年1年間一生懸命頑張ってご自分をね褒めてあげてで周りの方のご協力もいただいてるだろうからねお父さんお母さん あ奥様とかお子様とか、まあ、そういった方々に感謝の念を込めながら年末年始は少しサービスをしてくださいよ。で、えー、残念な結果になった方々は来年はそれができるように、ね、やっぱり周りの人たちっていうのは皆さんがね一生懸命やってるのをなんだかんだ言いながら支えてくれてるはずだから、ね、その方々の恩に報いるのはやっぱりいい成果を見せることだと思うんで、ね、今年悔しい思いになったって来年いい成果を見せてあげれば親だって奥さんだってそれが何よりなんだ。 何より嬉しい。ね。お礼になるわけですから、それが実現できるようにね、頑張っていきましょう。ね。はい。ということでございまして、まあ、とりあえず、えー、素行版的なものにはなりますが、合格発表を踏まえた今後の対策ということなんですけど、まあ、ぜひね、前向きに捉えていただいて、次につながるようにね、ご準備等を始められるようにしていただけるとありがたいと。ね、で、繰り返しになりますけども、どんどん、ねあの、個別質問等、ご相談もあればですね、担当講師等にご連絡をいただければ、ご対応はさせていただけると思いますんで。 ぜひね前向きにそういったものをお使いいただきながら、来年に向けてね動き始めていただければと思います。以上で本日のガイダンス講義、合、え、格、ー、発表を踏まえた今後の対策、終わりになります。皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。